こんにちは、今日のハーチャンネルはこちらに来ております。どこでしょうか。初めてのルーフトップ。ここすごく素敵じゃないですか。緑もあってほら絶景、絶景だ。高い。こちら席空いておりますが、久しぶりにですねあの方を呼んできちゃいました。どうぞ。あ、こんにちは。お久しぶり。お久しぶりです。あずさだよ。岡本あずさです。いや本当にリアルにね久しぶりなんだよね。そう久しぶりなんだよね。半年以上会ってない。会ってない。そうね、ちょこちょこ東京には ね、お仕事で来て連絡もらうんだけど、そう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 、まあ会わなくて。そうなのよ。来る？こういうとこ普段。なんかね、同級生と来たりするかも、たまに。ランチとか？うん、とか。はるなは、なんと、ルーフトップ1回だけあります。私の母国、タイです。母国？タイかなって思ったけど。でも東京では初めてなんで、早速頼みましょうか。はい。すいません。じゃあ、私はこのビール、プレモル、一つと、はい、でもなんか、なんかあったかいのも欲しくない？なんとなく。あ、そうだね。寒いもんね。そう。で私はビールとあったかいのにします。エルダーフラワーにします。いいね、じゃあ、はい。二つください。はい。で、お食事はもうお任せにしましょうか。はい。お願いします。お願いします。久しぶりよ。久しぶり。あのね、キャンプが1年前なんだって、ちょうど。早いよね。名古屋に行っちゃったから。本当に寂しくしてるよ、春菜は。そうなんですよね。あんまりね、そうあんまり隠してもないし、ちゃんとじゃあ言おうかなここで。そう、うん、あの名古屋に拠点がね今。あ、そっか。そう、言ってないのか。あ、でもね隠してはないの。そうだからちゃんと言ってもないのね。そうそうそう、ちゃんと言っとこう勝手に。そう、結婚されて。そう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 。もともと多分地元だからね名古屋はね。そうなんですよ。だから今名古屋がベースなんだよね。いい感じに仕事があるたびにこっちにちょこちょこ、うん、そうだから毎週のようにいるんだけど。でもなんか気持ちもね、うん、切り替えられて、うん、そう、ね、オンオフがね。あ、そかそか。いいね。強制的にさスイッチが入るの。確かに。だからすごく今東京着いたっていう、いい感じ。なんかねよく寝れるようになった。あ、いいね。そう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 。もう2022年になろうとしてます。早かったね。本当に早かったです。いや激動だったよ、ね、激動よ。激動の時代よ。紅白もさ決まっちゃってさ止まんないね。えげと大泉さんと。大泉さんと。え、大泉さんは、うん、もう面識あって結構、うん、あでも、うん、広告とかでちょろっと一緒だったり、映画も一回共演させてもらったけど、うん、まあ、ちょこっとだったから、うん、楽しみ楽しみ。来ました。ルービーは到着いたしました。お久しぶりということで。お久しぶり。2021年も激動の時代でしたが頑張りました。頑張りました、うん、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。いただきます。あー、うまい。いいですね。あ、え、すごい。いわゆるハムなんです。はい。中に卵が。へえ。ズバッ。あ、あ、綺麗にすごい。あ、すごい。あ、わあ、わあ、わあ。わあ、すごい。映え。映えだね、これ。マジ映え。映え。いただきます。うん。うん。こんな感じ？うん。うんうん。うまい。うまい。わあ。はあ。やばい。いただきます。かわいい。うんうん、初めてな感じ。いや、そうなんだよね。確かに、うん、お酒に合うね、これは。確かにそうだね、うん、なんかサラダっぽいのかな。うんうん、うん、かわいい。連載ってこと。うんうん、うん。カジヤ農園のビーフサラダ。広島にあるとても有名な農園のビーフサラダがですね。このお花もいただけるんですか。そうです。デジブルフラワーなので、お家に召し上がりいただけます。かわいい。こちらビネガーを効かせ
あ、マンゴーのソース。マンゴーのソース。うん、女子だね。あ、マンゴーの甘い。あ、本当だ。うん、あ、美味しい。ドレッシング美味しい。甘い。うん。周りでさ、うん、すごい春菜そんな友達多くない方でさ、まあ近所だったし。そうだね、めちゃくちゃ近かったね。あと2人ぐらい全員分と年上だけど、うん、この3人ぐらいがいわゆるその、まあ、親友と呼べる友達だったんだけど、うん、まあ、みんな結婚してで海外旅行とか一緒に行ってた友達がいて、はい、その友達はもう2人のママになって最近あもう全然会えなくなっちゃった、うんうん、だからすごい大好きな人がこうお嫁に行って家族を持って嬉しい、すごい嬉しいんだよ、嬉しいんだけどなんかすごく寂しいっていうか、うんうん、そうなんだ、切ない気持ちに結構なってて、そういう年になっちゃったんだなって思うよね。ブイヤベース、かわいくないこの器。わー、器が大変熱いので、あったかそう、湯気がほかほか、すごいいい香り、めっちゃほかほか。ほら、ハタになります。五島列島だって。五島列島は何でした？ハタハタ。ハタハタ。めっちゃ自炊してるでしょ。自炊はしてる。結構和食が多いよね。和食が多いね。あ、でも、あと中華とか。イタリアン系も行くか。もうなん全般いけるでしょ。でもね、イタリアンとかはやっぱ外で食べるかな。うん、和食か、なんか中華。春巻きとかで中華。ね、めんどくさくない、正直揚げ物系、春巻きとか。あ、うん、疲れちゃいそう、めんどくさい、そうよね、めんどくさいけどやっぱ揚げ物美味しいよね。美味しいよ、うん、家で揚げ物とか魚焼いたりとかマジで嫌だもんな、春菜。あ、実食あったね、あったね、タカさんのあれ出たことある、実食やってたよね、ワンカメ、なんかワンショットみたいなのやってた、出たことないよ。そこで飛ぶんだよね、ちゃんとカメラに。いただきます。うまい。優しい。喧嘩とかしないの？しないか。ほぼしないかな。なんかゴルフをやるのよ。うんうん。最近。やってるよね、最近ね。そう。すごい楽しくて、うん、楽しくなってきたの。うん。でも教えてもらうと喧嘩するんだよね。おお。なんかゴルフじゃなくてもさ、なんかわかんない。恋人に。なんか教えてもらうとか、うん、でもそれはさ、こうラブな感じじゃないんだ、ちょっと言い方がきつかったり、言い方がきついって私は思ってるけど、あっちから言わせると聞く態度が悪いって、ね、どっちもあるんだと思う、多分。ちょっと興味あるんだよな、楽しいよ。え、行ったらいいじゃん、打ちっぱなし YouTube、ね、やったことある？ゴルフやったことない。え、打ちっぱなしはゼロ。ない、ゼロ。え、面白そう、それやりなよ。多分当たんないと思うんだよね。なんか、私も始めたての自分のスイング動画撮るんだけど、うん、もう、ヘナチョコすぎて。でもどんどんそれがさ、変わっていくのが、そう、変わっていくから楽しいんだけど、だから、そのヘナチョコなスイング見たいからやりなよ。お肉来た。わぁ、美味しそう。やば。あ、赤ワイングラスでお願いします。はい、いっちゃえ、あのお肉に合うような。はい。ありがとうございます。いっちゃいますね。これ見たらもう確かにやばいね。うん。いいね。あら、ちょっとあなたは赤ワインが来ちゃったよ。美味しい。うまい？うまい？うまい。すごいね、おいしい。赤牛、赤牛、うん、おいしい、うん、意外とさっぱりしてる。あー、この後ロケか。本当だよ、今日ハーチャンネルのためにお仕事の中抜けてきてくれてんのよ、この人。ワイン飲んでるけどね
しゃれなお店多いよね。絵になるね。絵になるよ。東京カレンダーですかって感じよ。もう2021年ちょっと振り返りませんか、うん、そうか。どんな年だった。とりあえず春菜は、うん、まあ、春菜はっていうかみんなまだ、うん、でもコロナ、うん、で、まあ、割と閉塞感ある、うん、いろんな制限がかかる、うん、年だったのは間違いないの、春菜は、うんうんうん、でもその中でもまあ徐々にこう仕事の通常運転になってきて、仕事的にはそのやりたかったチームっていうか、その監督とかと仕事できた、まあ、TBS でドラマをやらせてもらったりとか、うん、でもやっぱりその友達、あずさとかもそうだけど、会いたい人になかなか会いに行けないとか、ね、実家に帰れないとか、地方にいる家族とか甥っ子になかなかその休みができたからって会いに行ける環境でもなかったりで、うん、しんどかったかなと思うけど、どうでしたか、うん、私はね、でも結構ね、ゆっくりしてたから、うん、なんか心を充実させる一年だったかな、うんうん、リラックスできた？そう、なんかコロナ禍なのにっていうか、うん、コロナ禍だからなのかもね。なんか家族と過ごした一年だったな、うんうん、とっても。海外行けるかな。行けるんじゃない、そろそろ。うん、行くよ、行こう、うん、来年は行きましょう。あ、なんかすごいの来た。何事？こちらが、え、東京モンブランです。東京モンブラン、わあ、ピンク、かわいい、映え。ザクッていけばいい。いいよ、全然適当に。あ、おお、いい音。わあ、すごい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 ことになって。うん、うん、うん、メレンゲ、おいしいね、うん、うん、ふん、うん、ふん、うまっ。1つだけ、隠し味がありまして、はい、黄色いソースの中に、柚子のソースの中に赤いものがあるんです。はい、はい、なんだと思いますか。え、なんだ、唐辛子。お、そうですね、ほんとだ、鷹の爪。あの、そうなんです。へえ、でも何の違和感もなく、そんな感じは全く感じないんですけど、確かにほんのりと体がポカポカしてます。ちょっとスパイスっぽい感じで。へえ、じゃあ初めてのルーフトップ、うん、こう女子会でもいいし、うんうん、好きなこと行くのもいいかもしれない。いいと思うよ。この景色と暮れてきてもすごい、うん、ロマンチックだよ、本当に。ということで、久々に岡本さんと再会できました。嬉しかったよ。またね、来年もね、うん、よろしくお願いしますよ。こちらこそということで楽しかった、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。